ダウラとベグオルディはラダックの最北端にある。ダウラとベグオルディはインドラダック連邦直轄地にあるラダックとタリム盆地を結ぶ古代の交易路上のかつての野営地で現在は軍事基地として使用されている。ダウラとベグオルディには標高5065メートルの滑走路があり、これは世界最高所にある滑走路である。すぐ南をチップチャップ側が 東から西に向かって流れている。ダウラとベグオールディは、インドの最北部にあるカラコルム山脈の最東端近くに位置し、中国との国境から南に 8km、アクサイチンの実行支配線から北西に 9km のところにある。シアチェン氷河の軍事基地を除き、インド最北端の人の居住地である。最も近い町は、南にあるマーゴで、少数のバルテビトが住んでおり、 主にアンズの栽培と役の飼育で生計を立てている。2001年にインド政府はラダックの中心都市である例からダウラトベグオルディまでの自動車道路を建設する計画を初めて発表した。冬には気温がマイナス摂氏55度まで下がる。天気は頻繁に悪化し強い氷のような風が吹き荒れる。ダウラトベグオルディでは植物や野生生物は ほとんど見られない。通信は、インマルサットを介してのみ可能である。ガウラとベグオルディとは、チャガタイ語で、偉大で裕福な男が死んだ場所という意味である。それが誰を指すのかについては、様々な伝承があり、大規模なキャラバンが襲われた土地であるという話や、裕福な男がその財宝とともに埋葬されている土地であるという話などがある。 イギリスの植民地時代の下界ヘンリー・ウォルター・ベリューによると、ダウラとベグ・オルディは、州の領主がここで死んだという意味で、その領主とは16世紀初頭のヤルカンド藩国のスルタンサイード藩のことであるという。サイード藩はラダックへの軍事遠征からヤルカンドに戻る途中にこの地で死んだとされている。この軍事遠征のことは、サイード藩のいとこであった将軍ミールザーハイガル。 ドゥグラトが表したターリーヒラ CD に記録されている。カラコルム峠を経由する交易路は、レイとタリム盆地の間を移動するキャラバンによって使用されていた。ダウラとベグオルディはキャラバンの野営地であったと考えられているが、高級的に人が住んでいた形跡はない。1962年の中印国境紛争の後、国境は封鎖された。2013年4月、 人民解放軍の招待規模の部隊が、インド軍のディーボー地区内に位置するダウラトベグウルディの南東 30km の地点に陣営を設営した。インドは当初、中国の陣営が実行支配線からインド側に 10km 入り込んでいると主張し、後にこれを 19km に修正した。また、事件中に中国軍のヘリコプターがインドの領空を侵犯したと主張した。 5月初旬、両軍は部隊を交代させた。インド陸軍はダウラとベグオルディにヘリポートとジャリ滑走路を維持している。これは世界最高所の滑走路である。近くに駐留している軍隊に救援物資を供給するために32機の航空機を使用して定期的な出撃が行われる。基地は1962年の中院、国境紛争中に開設され、 中隊長 CEKS ラジェが最初に着陸を行った。これが当時の世界最高地点での航空機着陸の記録となった。当初はアメリカ製の C-82 輸、SO、送機で運用されていたが、1966年の地震により地表土が緩み、固定翼機の運用が困難となったため、滑走路は閉鎖された。滑走路の運用を再開するための作業が行われ、 2008年5月31日に、インド空軍のアンマイナス3 2輸送機が着陸した。インド空軍は1962年から1965年まで、ここに輸送機より着陸させ、43年の間を置いて、2008年より利用再開した。2013年4月20日には、運用能力のデモンストレーションとして、インド空軍は、 ダウラトベグオルディに c 1 3 0 j 輸送機を着陸させた。これは2013年のダウラトベグオルディ事件の直後のことである。この着陸はこの高度での中距離航空機着陸の世界記録となる可能性がある。ダウラトベグオルディはインド陸軍と中国人民解放軍の定期的な協議のために両軍の間で公式に合意されたいつつの 国境職員会見場のうちの一つであり、緊張状態の解消に役立っている。ありがとうございます。